こんちゃーす。中までたっぷりちはやです。こんなの簡単だよ。ドアインやった。クリ、ママーってやつですよね。スネオみたいな声出ちゃったけど。10月19日までバン。そうなんだ。クリアタイムは 0.016。速攻入って即クリアできるってことですよね。そしたら。とりあえず入ってみるよ。これゴールだよね。でもあれかな、先にトゲ判定あるのかな。あ、やっぱトゲ判定の方が先に来るんだな。じゃあ次右ボタン押してみます。うん、右じゃない、そういうことじゃないらしいね。ということはじゃあ壁キックあたり行ってみる。できないけど。スピンしてみる。スピン、オッケー。そっか、そういうことか。一瞬だけトゲに当たってない瞬間の判定があるっぽいんで、そこでジャンプってことですね。ああ、なるほどね。へへー。おお、全くベストタイム一緒じゃん。そっか、むしろこれじゃないとクリアできないのかもしんないね。よく見つけたな、これもう。何あのうねうねしてるとこ。ニューマリ？これ、ニューマリだったら壁キックだよね。あ、そういうことか。こうか。ここは大丈夫。うわ、出てきそう。ううみんな一斉に出てきた。ここは？入れた。上行けた。あ、ここに繋がった。スター、バネ、パウか。すると、こうなって、時間はたっぷりあるんで、これ入って、右に進むってことだよね。はい、だ。そんな。ほっ。これ入りまして、ドカーン戻りまして、時間間に合うかな。右下行くんだろ？スターってことは。ふっ、あぶねえ。あぶねえ。あ、結構急がないとダメなんじゃない？ 2 マスって難しいからな。うわ、結構ギリギリかも。うわ、やばい、やっかした。左からスタートすると多分ちょうどいい。あ、そんなことない。うわー、挟まれて死ぬ。右からで良さそう。あー、あー。多分一回もミスは許されないよね、さっきみたいな。あ、でも見えましたね。土管が。これはいけそうな気配。ほんと？ OK、いけましたね。よーし。これ、あ、違った、よかった。これやり直しめんどくせえって今、ちょうど言おうとしたとこ。うわ、なにこれ。避難ありき？お。OK。はい。バネ？持ってく？うん。正解っぽいですね。ズドン。土管一回入るのかな？あら？うん。多分こっちだと思うんですよね。ですね。オッケー。でも、手前でも行けたんですね。左抜けて壁キックからのくるんくるんで下で行きましたね。10秒マリオ、1マスジャンパー落とし穴編。なるほど、なるほど。はっ。こういう系統のコースは、もっと難しいやつクリアしてるから、なんとかなりますね。もっとジャンプ連打でポン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 って飛んでいかなきゃいけない方が難しいんですよ、これ。で、マス数が3になってたりとか、で、走る間隔を短くしたり長くしたりとかってずらしてきたりするコースとかもあって、それに比べたら全然ですね。恐怖、リアル鬼ごっこ再び。ここか。
あ、落ちた。あれ？こうか。うわぁ、なんかあったと思いきや、急に確信になるんですね。そっち系なの？あ、そういうわけでもないのか。よくわかんねえな。うわぁ！音符へ。どうなってんの？あ、そういうことか。ここで一旦待って、跳ねるよね。ここで行けと。スピンスか、お兄さん。楽しいんだけどね。ほっ。上か。オッケー。上だ。お、ジャンプだ。下の情報をギリギリまで見て、なんもねえな、でも。惜しい。剣殺しに走りがちじゃん？だからだね、多分ね。よいしょ。今のとこがスピンじゃなきゃいけなかったりとかさ。やっぱそういうコース多くなるからどうしても。なんだろうね、流行らない理由は。え、どうなってんのあれ。これ入って、ドア入って。え？ただいま？ What？あ、あーもしかしてこれで、うん？どうなったんこれ、どういうこと？しっかり乗って、オッケー。よし、ここに置いとこうか。あぶね。あ、でもこれヨッシーさ、当たっちゃうじゃん。思えば。あ、連れてける。そうか。これで押していけるわ。これでヨッシーをなくさずにヨッシーを連れていけますね。なるほど。ででででででん。オッケー。いやー、マジで？あ、でもお前そうなるんだ。帰ってきてくれんだ。そっか、そのためのブロックだったんだな、多分。おう。オッケー。これなんかある。ほら！ありましたよ。じゃあこれかな？オッケーオッケー。これで、あぶね。ファイアボール。オッケー。ゲット。これはあれか。逃げ回ってないといけないのか。まあでもファイヤー側はほぼ無限に出てきてくれるから、やばい、詰まった。これ厄介だな。あ、取れた。あまりクラウン乗ってると身動き取れなくなるね。下に降りてこっちのもゲットできると。あ、でもこれまずいんじゃない？戻れないじゃん、クラウン戻せないじゃん。あ、落ちてきてくれた。取れた。基本クラウン乗ってたいっすね、できればね。できればクッパも倒したいんだけど、ちょっときつそうだな。ここでファイヤー。あー、でもね、その後クッパに当たらない距離ですね、これね。厄介だな。あぶね。やっぱ一回下降りた方がいいけど、降りれねえんだよな。あぶね。お。助かった。クラウンある。うわ、そっちに行っちゃったか。落ちる。クラウンこっち来てくんねえかな。このクッパ倒せればベストなんだけどな。クラウンがあそこにいるんすね。どうしよう。これ多分クラウンないとダメなんでしょうね。オッケー。強引に上がったけど、死ぬなー、マジかー。問題のこれよ。どうしようか、これ。こうやってクッパからさ、逃げ回った方がなんか良さそうな気ですね。あ、無理だ。それができねえんだ。一回降りた方がいいな、これ。クラウンは右の方にいて待ってもらえればベストだよね。こうやって下の道ができてさえし、くれれば。道はもうすぐできそうだから。
おぶね、死んだと思った今。そろそろいいんじゃないかな。下行けるか。オッケー、ファイヤー取れた。あ、厳しい。オッケーオッケー、突破。ファイヤー取って下に降りろ。オッケー、抜けれたね。なんか来た。どうしよう、一回戻ろうか。クッパたち来るんじゃないか。あ、やばい。おー、ぶねー、セーフ。死んだと思った今。でもでっかいクッパも来ちゃうんだな。時間はたっぷりあるから、クッパに、あ、そっか、このクッパたちを上に召集して、あ、待って、ファイヤー状態で行った方がよくね。何があるか分かんないからな。ちゃんとファイヤー状態になって、この中クッパの上に乗っていって、あー、食らったか。でもまあ何もないよりかいいだろう。やべ、死ぬ。くっ、もう一回くれる。やべ、これ大丈夫かな。うわ、ぶね、神的な回避があった。うわ、死ぬ。あっ、ぶね。オッケーです。ここに着いたか。来たかったとこですね。なんかいるね。どうすんだね。これはでも、下走ってりゃ。大丈夫だよね、怖っ。ゴールかな。よーし。クリアできました。よかったよかった。時間かかったなー。今回はこれで終わりたいと思います。チャンネル登録を済みでない方はぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。ではではまた別の動画でお会いしましょう。アディオス、アミーゴー。よし、オッケー。 イエーイ。